新年明けましておめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いしますということで。そうですよ、あなた。いや、何回目ですか、新年の挨拶するのは。9回目です。9回目。はい、もうこの4月には10年目を迎えますからね。ありがとうございます。本当に10年ですよ。10年ですよ。すごいな。途中いろいろありました。いろいろあったね。いろいろありました。何ありました。陣内が離婚したり。去年や、それ去年や。去年だいぶ最近の話です。つい最近の話か。さあ、もう2010年一発目をね、飾るイベントはね、素晴らしいですよ。こちらです。世界が認めたサイレントな2人がスタジオで大暴れ。ガーマルチョバサイレントコメディジャパンツアー2010。西川貴教がブロードウェイミュージカルに挑戦。ザ・ミュージックマン。元日から大阪を熱くさせたのはこれだ。パイレートクイーンということで、あの方たちがね、ね、スタジオで大暴れって書いてますか。いや、もうテレビで見る限りすごいのに。そうなんですよ。生で見れるってこれ会いたかった。今日はもう30分やっていただきたい、ずっと。確かにそれでもいいから。いや、ほんまにもったいない。もうちょっとだけすんの。生が好きです。何喋ってんの。生が好きだって突然死んでたり。ガーマルチョバサイレントコメディジャパンツアー2010。世界が認めたガーマルチョバの追加公演が決定。爆笑と涙のステージを見逃すな。世界26カ国で200公演以上。今世界中が絶賛するモヒカン頭2人組ガーマルチョバ。マイムと笑いをミックスさせたサイレントコメディを武器に今夜スタジオで大暴れ。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。ミックスしたサイレントコメディーというジャンルなんですね。サイレントコメディー、はい、これ言うと世界中でパントマイマーみたいな人がたくさんいるわけでしょ、うん、はい、
その中で笑いを入れていこうと。そうですね、結構だから笑いがないみたいなものをパントマイムっていうイメージが世界中にあるんですよ、はい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 、だからあの僕らがやってるのはパントマイムだよっていうと僕らを見ることを二の足踏んじゃうお客さんとかたくさんいるんで、なるほど、ね、だからパントマイムっていう言葉を使わずに僕らサイレントコメディやってるんですよ。サイレントコメディかっこいいですね。ああそうですか、ありがとうございます、うん、いや持ってるんですか。どうぞどうぞどうぞ、やっちゃってください。重たっ。あ、そうなんですか。意外と重いです。重たい。重みがなかったら逆にできないんですよ。なるほど。簡単にできないよね。あ、さすが。でも完全に浮いてるように見えましたよね。浮いてました。くるっと回してみんな、あのほらやっ、あれよ、あれよ、浮いてるようにできない。まず出だしがどうやっていいか分からない。すいません、お前落としてない。大丈夫ですか。いつからやってやったんですか、そのサイレントコメディは。2人でちょうど去年で結成10年目なんですね。去年で10年目、それぞれお互いやってたんですか。そうやってました。ソロの頃を入れると20年やってますね。20年。2人の出会いはどういうとこやったんですか。フェスティバルで出会ったんですけど。日本のフェスティバルだと、パントマイムのフェスティバル。でもなんか似てますよね。よく言われるんですけど。兄弟ですかと言われるんですよ。なんですかね、最初似てなかったんですけどね。髪型が。そうだった。夫婦が似てくるみたいな感じで。もうその通りですね。世界各国で、これマスターすれば世界に行けるんじゃないですか。いやもうできるわけないや、今みたいやもう落としてる。マスターしなくても行けますけど、ね、なんか僕たちでもできるやつをちょっと教えていただけます。それでは陣内ケンコバサイレントコメディに挑戦。まずはお手本から。エスカレーターにちょんと乗ったら、はい、あれよ、おおエスカレーターよ、エスカレーターよ、なんで、うわエスカレーター見たい見たい見たい。いやこれ意外とできるかもしれんで、見よう見まねで。俺さっき行くで、うん、俺降りて帰ってきてるんですね、はい、小林が降りてきたら、はい、そうですね、はい、おー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 。陣内さん登り全然ダメ。登りが難しいですね。え、でも下りすごい上手です。下り上手でした。途中まで良かったコツとしてはですね、いいんですか、そんな。こうやっていくと見えないんですけれど、この背筋を伸ばしたまんまこのまま行くと、上りもだからちょっと頑張って、上りの方が姿勢がきつくなるんだけど、そこから背筋を伸ばしたまんま。これは難しいわ。これだってものすごいね、シンプルですもんね。シンプルですね。わ、多分これでいけば、はい、こっちに来れば、これでいけば。あ、死ぬか、あ、死ぬか、あ、陣内やるか。いや、素晴らしい。で、ツアーなんですけれども、今月末から東京でスタートするジャパンツアー、東京皮切りにスタートしますが、北は北海道から南は沖縄まで全国33会場巡るそうなんですが、文字通り日本縦断ツアーになりますよね、今回は。で、ここ大阪はもう追加公演も決定するほど、もうチケットも大人気となっております。そうやば、はい、うん、やっぱ、ね、今回のジャパンツアーどんな感じにしたいなとかあるんですか。こんなどんな感じで。でもなんか思ったよりお二人声出してるんですよ。あのこのモヒカンスーツ姿の時は声出していて、はい、実は2時間ぐらいのステージをやるんですけれど、はい、その10分ぐらいこの姿でやるんで、それ以外のところは全く喋らないで、でモヒカンも隠して、あの衣装も着たりとかして、そういろんなことがあるんですか。はい、僕お二人のはね、このモヒカン姿が印象強かったから。サングラスにモヒカンの、本当10分ぐらいです。それ以降、はい、例えば前半はあと2つぐらいのショートスケッチ、短いストーリーのあるのを2人でキャラクターを演じながらやって、はいはいはい、で後半は45分から50分ぐらいの1本のストーリーを2人だけで。それはやっぱ2人で ネタを作るって感じですか。そうですね、はい、今までにないサイレントコメディーを、はい、ぜひ見に来てください、はい、もう喋らないで表現してますんで、言葉では説明できないです。見て評価してもらうしかありません。なんか台本に書いてあるみたいですけれど。ありがとうございました。締めていただいたんですが、実は今日はさらにガーマルチョバ結成10周年を記念して出されたガーマルチョバ G10 というこの5本をサイン入りで3名の方にプレゼントしちゃいます。宛先は後ほどご紹介しますので、どうぞお見逃しなく、はい、ということで本日のスペシャルゲスト、はい、ガーマルチョバのケッチさん、ヒロポンさんでした、はい、ありがとうございました。すごいな。2010年僕が注目するイベントはこちら。